どうもこんにちは、しゅんじです。今日は Amazon USA で購入しました。面白そうな商品、トレジャー X モンスターゴールド、こちらを見ていきます。箱が白でバッグが白だからちょっとわかりにくいんですけど、結構サイズ大きな箱になってます。ではもう開けちゃいますね。もうね、何かわかんないですからね。開けると、あ、中にちゃんと箱入ってる、かっこいい柄の箱がちゃんと入ってますね。では取り出して、出たー。ちょっとヘンテコな、なんだろうこれ、骸骨わかんない、ゾンビみたいなのがいてるんですけど、めっちゃ楽しそうじゃないですか。モンスター・トゥ・ライフって書いてるから、これモンスターなんだ。ちょっと不気味な感じはしてたけど、モンスターみたいです。あとなんか博士みたいなのがここにいてますね。はい、でこれなんかスライムとかなんか多分使うと思うんですけど、なんかパーツを入れて、あとなんだろうこれ、なんかやってますね。あ、脳みそが、脳みそなんか押し込むのかな、よくわかんないけどすごいことになってるこれ。はい、で、箱をねくるくるっと回して、モンスターをね作り出す、研究施設とかですかね。はい、こんな感じ、モンスターを横に倒してなんかこういろいろ改造したりもできるようですね。でリアルゴールド、メッキパーツが入ってるようですね。ここがすごい派手派手ですよ。よいしょ、では中の商品取り出します。はい、開けると、おー、なんかかっこいい、かっこいいこれめっちゃかっこいい、取り出せました。なんかね、よくまだわかんないんですけど、めっちゃ楽しそうなのがいっぱい入ってました。でこちら取扱説明書なんですけど、なんと工程がね37番、反対だ37番まであるんで、もう早速、ね、組み立てながら、遊んでいきたいと思います。まずはこちら L 字型の建物で、なんだろうこのレンジみたいなのがあって、これ開けてみましょう。開けると、なんか入ってる。取り出していいのかな。ま、ちょっと後でしましょうか。で、あとなんだろうこれ、はしご2階に行けるようになってるようで、あとここゴールドのパーツ、これね取れるんですよ。でなんか蓋がしてあるんで、ここもなんか入ってそうですね。なんかうっすらと見えてますけどね。であとこれモニターかな、なんかこう心電図みたいなこうモニターがあって、これもなんか、おー、動かせるこれも中になんか入ってますね。あ、なんか入って、あ、脳みそじゃないですかこれ。はい、ではちょっとね一旦元に戻しておきましょう。はい、で反対が、わ、すごいこれ、反対が換気扇がある、なんか細かいですね。でここ、内側が見えて、で反対側、あ、ここにも、換気扇がありますね。面白い、いや建物もすごい面白い。でここに、そう、このカッターみたいなパーツをセットするようなんで、まずは、差し込んで組み立てて、ここにセットします。あ、すごい、これくるくる回るようになってて、この先端のカッターの部分もくるくるね回るようになってます。で、こちら、大きな柱ですね。わ、かっこいい。上、ゴールドのアームがあって、で、先端には、なんだろう、この青色のクリアパーツがあって、多分、モンスターの頭をなんか押さえ込んだりするのかな。で、柱の横にレバー。わ、いいね、このレバー。レバーがあって、これを、このレバーを下げると、あ、ここ今赤くなりましたね。赤く変わって、あと、この上の、このアームが下に下がるようになってるようですね。これ横に置いといたらいいみたいですね。この辺かな、こうかな、こんな感じで置いといたらいいようです。はい、次はねこちら、なんか怪しげな白いね、この布じゃないけどプラスチックのやつ、カバーがねかかってるんですけど、はい、これを取ると、なんとモンスターモンスターがいてます。あのね、全然まだ体出来上がってませんね。頭と、あとこの体、胸のところしかなくて、腕と足と、あと頭、脳みそがねこうないんですよね。多分後でセットするんだと思います。いや、なんか不気味だけどちょっと可愛い、これちょっと可愛いですね。なんだろう、この台がゴールドになっててちょっと高級感ありますね。あとなんかこれ稼働するようにもなってるようで、なんか仕掛けがあるんでしょうね。はい、で、あと、下の、フロアのところは網網になってますね。あ、すごい、電源スイッチみたいなのもあったり、結構本当にね細かいところの作りがねすごい良くて、めっちゃ可愛いですね。でこちら研究施設の博士のフィギュア、博士ももうサイボーグになってる。博士といえばちょっとおじいちゃんっぽいのかなと思ったら全然違いますね。もうなんだろう、もうおかしなことになってる。こっちの方がちょっとモンスターっぽいですね。目が赤色に
になってて、で右側の目は横長になってて、いやちょっと不気味だけどかっこいい、かっこいいね、モヒカンの頭になってて、いやいいじゃないですか。で博士ね、右手がなんだろうこれ、快適な手になってて、で左手もう左手はね武器になってますよこれ完全にね。でね博士ね、腰とあと頭が動かせて、腕も稼働しますね。足はね動かせないのか、あ足ちょっとだけ稼働するようですね。で、立たせにくい博士ね頭大きいから後ろに倒れちゃうこれめちゃ立たせにくい。であとね小さいパーツがねいっぱい入ってたんですけど、こちらは多分後で使うと思います。 L 字型の建物のこの真ん中あたりにあるこのレバー、これを上にスライド、これがね上にスライドするみたいなんでスライドさせます。あ結構硬い、はい、上に持ち上げるとなんか出てきましたよなんか出てきた、わーすごい。こちらを取り出してすごいなんかエレベーターみたいな感じになってたみたいですね。はい、でなんかこれ容器になってて、これゴールドのパーツね、これね、蓋ね取り外すことができるんで、取り外すとこのギラギラした、カバーがあるんで、これをねペリペリっとめくったらいいのかな、ペリペリっとめくります。はい、めくるとですねスライムが、スライムが入ってる。紫色のスライムだ。あと、モンスターのパーツかな?パーツが、入ってるようですね。では中に入ってるパーツね、取り出します。はい、じゃーっと出して。すごい、このトロントロン紫色のスライム。すごいですね。いや、不気味だけど、いい色してますね。で、中に入ってたのは、パーツね、モンスターのパーツが入ってて、で、腕ですね。はい、まず片腕はこちらですね。わーなんか指長い、めっちゃ不気味な形になってるね。で肩のところなんかゴールドのアーマーみたいなのがあって、すごいなんかここザクっぽいね。で反対側の腕はわなんか毛がふさふさした毛になってて、ちょっとこう野獣のなんか腕みたいなそんな感じになって、わーいいねこのなんか爪とかも尖っててかっこいいです。あと足パーツですかね。あ、これ足底?かっこいい。これなんかゴールドのブーツみたいなのが出てきましたね。これ、すごい高級感あるなんか。で、もう片方がね、ちょっとスライムがすごい邪魔だな。はい、もう片方はサンダルみたいになってるこれ。指出てる。で、シルバーカラーということで、そこはゴールドだけど、ちょっと違うんですね。デザインが違う。右と左。おしゃれ。で、あとは、ももパーツなんですけど、ももと膝かな?これもね、左右ちょっと形違いますね。なんか、こっちは機械的な感じになってます。ではね、綺麗にしてモンスターに取り付けていきましょう。そうだ、このね、取り出したスライムなんですけど、入ってた容器に、戻して、スライムね、そんなに量ないんですよ。ほんと、ちょっとだけですね、入ってたのね。ゴールドのね、蓋があるんで、蓋をしてね、置いておきます。では、取り出したモンスターのパーツを、セットしていきますね。まずは、左腕ですね。で、次はね、こちら、右腕をセットします。はい、差し込んで。で、次、足セットしますね。この、ちょっと機械っぽい足。はい、まず下ね、このサンダルのやつですね。サンダル、勝手に言ってますけど、サンダルみたいなやつを、セットして、で、これ右足になってるんで、はい、右にセットします。で、反対側の足ですね。このゴールドシューズがめっちゃかっこいい。で、これを、体に合体させて、このね、銃みたいな形のやつに、さっきの、紫色のスライムを入れるみたいですね。容器に直さなくてよかった。そのまま出しておけばよかった。ごめんなさい。で、この紫色のスライムを、こうね、キュチューと、吸い込んだらいいようですね。吸い込んでる、吸い込んでる。吸い込んでる、ちゃんと。あ、吸い込んだ紫色のスライムを。で、こちらのスライムを、この、心臓かな、ここ。なんか、穴ぽこがあるんで、ここに差し込んで、なんか、ぐっと押し込むって書いてるんで、押し込みますね。押し込むと、あ、スライム入ってる!なんか、紫色になってるの分かります?これ。なんか出てきたよ!なんか、ここから出てきた。で、取ると、おー!スライムが!スライム出てきちゃってるよ。ここ、スライム出てますね。ちょっと漏れちゃってるスライム、いいのかな?面白い。ここにね、蝶みたいな形のやつがあるんですけど、これ、プニプニで、
で、こう押すと、こうスライムがね、出てきますね。で、この紫色に、さっきまでピンク色だったんですけど、紫色に変わりましたね。で、次にね、レンジじゃない、オーブンでね、オーブンを開けます。はい、開けて、そうそう、中になんか入ってたんでしたよね。これ、なんか取り出すようです。あ、なんか、硬い。なんだろ、砂とかかな、これ。硬いですね。あ、なんか危ない、危険なマークだ、これ。ここにカットするところがあるんで、真ん中カットします。はい、カットすると、何？あ、白色の小さい粒がいっぱい入ってる。すごい。はい、取り出せました。わー、触り心地いいね、これ。めっちゃいいです。で、なんか隠れてますね、これ。はい、なんだろう、これ。あ、なんか袋に入ってるのかな、パーツが。あ、これは、目と、あと、心臓が入ってます。この赤いのがね、心臓、ハートの形してますね。で、これが目玉ですね、目玉。ギョロッとした目玉。ではね、この心臓、まずね、この心臓パーツですね、心臓のところ、スライムが出てこないように、蓋をします。はい。差し込んで、目玉を、はい、ここの、この中に入れます。わあ、なんか出てきた出てきた口開いてなんか出てきた。はい、取り出しますね。この目を押すと、口が開くみたい、これ。めっちゃ面白い。で、反対側の目も、はい、差し込みますね。目セットできました。ギョロッとした目になってますね。口に入ってたのね、これが、あ、ゴールドメッキの、なんかパーツかな。あ、これはなんかちっちゃい、なんか手みたいなのが出てきました。なんか、サイズ小さいけどちょっと重いですね。で、次ね、このコンピューターの中にあった、隠れてた脳ですよ。脳を取り出します。パカッと開けて、なんかね、この内側とかもね、かっこいいね。なんか絵が描いてあって、で、この下、ここですよ、これ。これ取れるのかな、この状態で。透明のこのカバーを取り外して、中のを取ったらいいみたいですね。これを取って、頭にセットする脳パーツがこちら。なんかピンク色でうにょうにょしてて、ちょっと不気味です。モンスターの台のこの下のところ、これなんか伸びるみたいなんで、伸ばして、で、ここに脳パーツをね、ここにセットします。説明書だと、この博士ね、横にセットして、こう博士がこのレバー、赤色のレバーを動かすって書いてるんで、博士の手でレバーを動かしますね。動かすと、はい、立ち上がった。モンスター立ち上がりました。あれ、でも脳パーツちゃんとね、セットされてないけどね。で、あ、スライドしたらいいのかな、もうちょっと。はい、もうちょっと前にスライドさせて、で、フロアにこちらの大きな柱、このレバーがあるやつね、を、セットして、これでね、脳パーツを多分ね、ぐっと押し込むんでしょうね。はい、横にセットして、あ、多分この辺ですかね。はい、セットできました。では、このね、赤色のレバーを、下に動かします。いきます。ノー、セットできたかな？できてない？なんかモンスターは動いてるけど、あれ光らないのかな、これ。あ、多分ね、ピカって光るはずなんだけど、光ってませんね。これね、一番最悪なパターンだ。本当はね、この、下のところ赤色のやつがグッと押されて、こう光るはずなんですよね、この脳パーツが。これがね、光んない。もう多分ね、電池切れなんでしょうね。いやー、これね、ちょっと返品もできないし、電池もこれ交換できないタイプなんですよ。いや、めちゃめちゃショック。いや、この商品一番いいとこじゃないですか、これ本当は。こうピカッと光って、もしかしたらこう目とかも光るかもしれないんで、いや、見たかった。なんとかしてね、僕もちょっとこの電池取れないかなって思ったんだけど、いや、これちょっと無理ですね。いけた。あのね、叩きまくって、なんかもうほじほじしたらいけました。もう絶対真似してほしくないけど、もうこれどうしようもなかったんでね。いやー、よかった。はい、ではまたね、脳をセットして、ではレバーを動かします。動かすと、あ、ピカッと光ってますね。よかった、ちゃんと光ったで、もっとね、こう目明るくピカーって光るのかなって思ってたら、そうでもないですね。そんなに目のところは光ってない。で、レバーを下に下げると、この脳が赤く光って、あと、下顎が動いて、ね、両腕ね、上に上げるようになってるようです。はい、こんな感じですね。いや、かわいい。部屋を暗くして光らせると、はい、この、おー！すごい！目がめっちゃ光ってる、これ。
めちゃかわいい。面白いですね。部屋をね、ほんと完全に真っ暗にするとこんな感じ。うわぁ、すごい。不気味これ。モンスターの口の中に入ってた、このね、金ピカの、メッキパーツなんですけど、これなんか博士の、手にセットするやつだったみたいですね。はい。で、こちらに差し込んで、あ、すごい。ギラギラだ。博士の手ギラギラになりましたね。これで組み立てはね、完成になります。では、ちょっとね、モンスター取り出して見ていきましょう。はい。この台から取れるんで、取っちゃって、わー脳がすごい、モンスターね、結構大きいですね。博士と比べるとこんな感じで、高さ 14.5 センチほどあって、で、アニア、ティラノサウルスをね、横に並べるとこんな感じで、アニアのティラノサウルスよりもかなりね、高さありますよね。こちら以前ご紹介しました、ディノ X の恐竜フィギュアと並べるとね、こんな感じですね。やっぱりこの恐竜めっちゃ大きかったね。こうやって並べてみると、すごい迫力ある。あとね、こちらサメもありました。で、この体の上のところアーマーがセットされてて、めっちゃかっこよくて、で、背びれの一部分を押すと、こうね、口が開閉するようになってて、この金色の歯がいいですね。はい。で、これとね、並べるとこんな感じですかね。やっぱりこのサメと恐竜はかなり、サイズ的には大きかったですね。モンスター近くで見ていきますね。ゴールドのね、靴がかっこいい。で、反対側はサンダルみたいに指出てて可愛いですよね。で、メカっぽいね、足に右側なってて、で、左腕は、こっち側はね、メカっぽいんですよ。で、反対側は、獣のような、こう、腕になっててね、こう、右と左が違くて面白いですよね。で、バックルがあるんだけど、ここを押しても何もなんなくて、で、この、内臓が見えてて、ここがね、柔らかいんですよね。プニプニになってて、ね、スライムを入れるところ、これ心臓セットしてます。で、この革ジャンかな、この、袖がない革ジャン、めっちゃかっこいいね。で、頭、目がギョロッとしてて、この脳のところを押したら、あー、もう光らないか。はい、光って、こう目もちょっと光ってましたね。で、グッドノーを押すと腕が上がって、こう下顎がね、動いてて、めっちゃこの動きも可愛いですね。で、頭の横ボルト入ってますよ。面白いですよね。で、体の後ろにね、この穴ポコがあって、さっきのこの寝てましたこのベッドみたいなやつ、ここに突起があるんで、こう差し込んでセットできるようになってます。この台可愛いですよね。で、こちら L 型のラボ、さっきね、このスライムが入ってた容器が出てたところ、このレバーを下に下ろして、反対側からこのね、博士を入れることができるんで、乗せて、この台の上に乗せて、レバーを動かして、すぐにね、すぐに倒れちゃうんですけど、こうエレベーターとしてね、使うことができるようになってて、ラボの横にこのモンスターを置いて、こうやってね、改造してる感じで遊ぶこともできるようになってて、で、あと、この左腕を取り外してね、これなんと腕なんですよ。腕パーツになってて、取っちゃって、で、この先端のカッター部分を取って、このパーツと付け替えることができるようになってるんですよね。すごい、なんかめっちゃ挟み込むことができるパーツですかね。はい。で、これを腕にセットして、はい。セットするとこんな感じ。ゴールドの腕ができましたね。さっきの方が可愛いですけど、これはこれでまたかっこいいですね。すみません。こちらのパーツね、セットするの忘れてました。脳をグッと押す、柱あるじゃないですか。で、この横ですね。下のところに、これを、セットしたらいいみたいで、これ何の役割があるかっていうと、そう、スライムを入れたこちらピストル型の、パーツですね。をここにね、セットできるようになってるようで、こう下に垂れたスライムをここで受け取ってくれるみたいですね。いや、なんか結構便利ですね。あとパーツでこのね、ナイフみたいなのが入ってたんですけど、この上のところの、このアームのところに先端にね、セットできるみたいですね。多分博士にね、持たしたりもできると思うんですけどね、これ。博士の右手とかに持たせれそうなんだけど、あー、でもどうだろう。まあ、持たせれないことはないけど、すぐポロッと落ちちゃいますね。アームにセットできるこの替えパーツなんですけど、この L 型のラボの横にこれね、置いとくことができるんですよね。はい、こんな感じで置いとけて、あ、すごい、排気ダクトのところから、なんか手が出てる。はい、こんな感じかな。こんな感じで、片付けておくことができるようです。では、モンスターのこの中に入ってるスライム掃除したいと思います。まずはね、多分軽くグッと押して、こうスライムを、
取り出しますね。取っちゃって、多分結構入ってると思う。おお、出てくる出てくる出てくる、水を用意しまして、さっきのこの、ピストル型注射器ですかに、水を入れます。この中に水を入れてですね、この穴ポコのところに差し込んでグッと押します。水を注ぎ込みます。めっちゃ水出てきた。勢いよく飛びますね。で、これで中をきれいに洗浄したらいいようです。なんかちょっと汚らしいけど、これでも掃除の仕方としてはかなり楽ですよね。これできれいにできました。きれいなピンク色に戻りましたね。こちらトレジャー X モンスターゴールドをご紹介したんですけど、やっぱり海外商品めっちゃ面白いですね。ワクワクするような仕掛けとか、結構細かい設定なんかはね、しっかり作られてて、いや本当に楽しめるようになってますよね。そう、以前もトレジャー X シリーズ、恐竜にサメご紹介したんですけど、今回、モンスターということで、多分ね他にもなんか出てそうな気がするんで、また面白いの見つけたらねご紹介したいと思います。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。